安全ではありません。そうですね、かなり痛いようですので、はい、心配です。今日は黒と白のコントラストの鮮やかな、ね、おっと前宙上がり決まりましたね。はい、2番目に演技を行いましたボギンスカヤ選手。世界選手権はゼメスカル選手に敗れておりますが、実力的にはナンバーワンと言われておりますが、はい、この辺も鮮やかですね。そうですね、よく決まっていると思います。やはり立っているだけでも美しい選手ですので、その辺の表現力とかを見ていただきたいと思います。本当ですね、はい、もう雰囲気がありますもんね。貫禄十分だ、この人が女王だと言われても納得という感じがしますもんね、ただ彼女も個人総合は取れず、種目別も2つしか出ておりませんで、1つ目の種目取れませんでしたから、この種目はかけてるでしょうね。はい、表彰式が先ほどあったんですけれども、はい、待ってる間もずっと練習してましたので、平行棒での失敗が悔しかったんだと思います。そうですね、スベトラナ・ボギンスカヤ。ここから初めて見るんですけども、ターンの2回ターンですね、はい、初めて見たんですけれど、非常に重心の高い位置でターンが終わっておりますので、はい、床でやっているようで素晴らしいですね。今年の世界選手権はこの平均台で金メダルを獲得しております。最後は後方抱え込みの2回宙返りも決めております。はい、本来の出来ではなかったと思うんですけれども、はい、着地までまとめてくるところはさすが女王という感じです。ボギンスカヤ選手の平均台の得点は 9.862 で、平均台3つ目でやっと金メダルを獲得いたしました。ボギンスカヤ選手であります。